じゃあすいません、1000円分、はい、あ、袋あるんでこっち、はい、すいません、鹿せんべいを5個、はい、まあね、2000円分お願いします。あ、袋ね、ここにあるんでここに入れてもらえれば、すいません、5個、紙がもうありがとう、はい、すいません。5000円分投入したんで、これでいきます。よし、また来た、大きくお腹すくのか、だけどスカートめくるやろ、何回も、あ、もうあかんあかん、ほったりなよ、あんたにはあげるから、ほら、あ、ボロボロです、まだ来んの、あーかんて、しつこいな、痛い、もう治療された、よし、まだ来てんのかな、もうこの前押したやつやろ、お前、もうなくなったわ、下の子まで持つかな、7ぐらいあるか、ちょっと待ってな、待てな、はい、来た、おってんで、おいで、地においで、もう出てたかんで、いっぱいついてきてるようです、何してんの、え、欲しいの、横から取られたよ、あのカニあげよう、あ、落とした、はい、あのカニあげろ、あのカニあげよう、はい、まだついてくんの、よし、ついてきすぎ、あの子は上の方に下にあげてる、いや、6円の前の子さっきあげたからな、もう一回あげようか、はい、よいしょ、はーい、はーい、なくなった、ここはね、下までなくなったかね、はい、あんたは来すぎです、何回もダメです、よし、さあ
慌てへんでいいよ、落ちるからな。そこでおねんで、ひっついてきすぎやで、あんたは。同じ子がねえな、ずっとついてくんのよ。そこ越えたら今夜なんだけどな。いやしんど。水滴すぎやで。水滴すぎやって、先上げたやろ何回も。ちょっとついてくんな。帰ってんのか。また来たん。違う子？もうないわ。さあ、こっからね、帰り参道道をまっすぐ帰るとね、いっぱいいてんねん。こっから来んねんな。来んのか、まだ来んのかやな。あんまり来たらテリトリー外れたらあかんやろ。そっか来はへんのあっから来ないんです、あの子は。よし、待っとりや。なんでいっぱいペコペコしゃんで、そんなしゃんでね、一回でね、待っとってあげるからな。うぅ、はーい。さあ、シュウ君についていってる。こっからはまっすぐ降りて右の公園行こう。あそこに鹿せんべいおるから、そこまでに上げてしまってもいいからね。昨日この前ここでやられへんかって、まだ、あ、よいしょ、もうヘロヘロなってきた。あと4束ぐらいあるな。4束ぐらいって何とかあるやろ。しんど。久々に中国語を聞いたな。中国にもこれになったんか。ちょっとだけつないでねんな。この奥にもおるんか。あんまおらへんのか。ちょびっとだけおるんや。あれ、この前ここめっちゃおったのにおらへん。まさか下降りてるんちゃうやろな。フラになってきた。向こうの奈良公園の県庁前らへんのとこの公園、あそこでもあげたいね。そこにも結構いてそうな気がしてね。
置いてないやん。この前いっぱいおったのに。あの向こうにおんな。あの向こう走っていく元気ないやん。あ、渡ったとこにおりせや。どこで芝生食べてるか大丈夫か。でね、ワンコを連れてくるのはもうよろしいことじゃないね。シカちゃんはワンコ怖がるから、ワンコはあんまりあのシカ公園には連れてこないように。あ、いっぱいおる。はいはい、この子らあんまもらってないな。よし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 、まっとり、ちょっとまっとり、まっとり、わかったからまっとり、まっとれ、もういっぱいあげるからまっとり。あ、いやもうやめてって。よし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 、なんかもらえてないねな。わかったわかった、よし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 、わかったわかった、わかったからわかったからわかったから、うん、あ、落ちた落ちた、それ食べて。ちょっとこれ紙食べよ、これ食べられんねから。わかってる、待って。あ、ちょっと待って、こんだけ曲げた下の子あげられへんやん、めっちゃおるやん、ちょっと待って。ああもうでででで、手噛まない。あ、壊ったとこにあるな。よし、みんなにあげる。ちょっと待って。よし、ちょっと待って。わかった、まあ待って。待って。待てで。よし。いないでスカートがなあかん。うわ、めっちゃいいな。あと一個で終わりや。ちょっと待って。全部あげるから待って。あー痛い、もう脇腹噛まない、もう。待ってな。よし。ああ、もう噛まないの。はい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 。痛い、もう、スカートがんだあかん。痛い、噛まない。噛まないで。はい、終わり。あ、全部なくなっちゃいました。あそこで買いましょう。終わり、待って、買ってくる。よいしょ、なんぼ買ったら5000本買ったから、ここで2000本いこう。あるな。あれ、すいません、鹿せんべいください。2000本あります。2000本あります、鹿せんべい10個。はい、あ、袋あるんでここ入れてもらったら。
はい、はい、すいません。はい、ありがとう。はい、ありがとだからちょっと待ってな、来たあかんで、まだあかんの、まっとりあげるから、あげるから、まっとりなさい、まっとくな、まっとくねんて、あかんって、まだいつまで足らんやろ、分かって、待って待って、まっとり、はい、なあ、こんなとここぼしてちゃんと食べてや、もう一枚あげるわ、はい、この辺の人くれへんのか、そっかそっか、な、まっとりな、いっぱいあるけどちょっとあかんねん、あなただけちゃうねん、いっぱいあげなあかんねん、分かってくれへんのか、よしよしよし、お腹減ったな、よしよし、ちょっと待って、ちゃんと入れるから待って、お茶もちょっと入れてくれたから、ちょ、あかんって、あかんって、あかんって、勝手に突っ込んだら、ちょっと待って、ちゃんと入れやな、なカバンに入らへんねん、まっとりあげるから、まっと、こら、もう勝手に首突っ込んだあかんの、ピー言うてるやんか、どっかで、いただきにあげられへんねん、ちょっと待っとくねんで、待っとんねんで、待っとんねで、よし、待っとり、待っとくら、めっちゃ鼻息かかったね、近く来すぎ、わかったわかった、痛い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 、よし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 、な、わかったわかった、お腹減ってんな、よし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 、なんか減っとんねんな、ちゃんと芝食べてくんねんで、餌ば、せんべいばっかり持っとたかんねんで、なんて野生の子やろ、な、草食べんねんで、よしよしよしな、はい、もうおしまいですあそこの子がやっぱりめちゃくちゃもらえてないねんな、あれまだ食うのか、あの参道の最後一番もらえへんねんな、ほんでめっちゃ来るんやな、もうちょっと待って、はい、あかん、あなたはあかん、はい、こっちこっち、わあ、取ったったあかんやんか、渡ってきたし、いったん来た、そうかも、みんな見て、こんな状態よ、ほら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 、まっとりな、ちょっと待ってな、うわー、うわー、もうわけがなかむなよ、あげるから、あ、2枚取られたな、お前、あ、もう噛んだらあかん、噛んだらあかん、噛んだらあかんって、痛い痛い、もうないって、もう食べ終わりや、ちょっと待って、くんなって、もう
もう分かったから、分かったから、ちょっと待って待って、もはい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 、手が回れた、よいしょよいしょ、もうだよ、なんか減ってんな、ここみんなくれへん、痛いよ、もうやめてやめて、つつくのやめて、あげるから、いっぱいあるから待ってって待ってって、もうやめてって、はいはい、痛い痛い、チン噛んでる、もう慌てすぎ、慌てすぎ、マイク取れたらもうあかんわ、もうあーもういや、いやもうやめて、もうわかったから、はいはい、まだあるから待っとき、しょ、まだまだまだ、はい、もうちょっと来すぎて、はぁ、もうまだまだお腹いっぱいならへんのか、痛いてん、もうなくなるやんか、はい終わり、もう終わったよ、まだ欲しいの、いっぱいおるし、ちょっと待って、よし分かった、ちょっと待って、みんなが食べられんしあげる、待ってな待ってな、行くで行くで、あ、もう噛まないの、はい、あ、はい、じゃあ食べれろ、はいはいはい終わり、すごい食べてなさい、もうないし、来てもあかん、背中に乗っとるやんか、さあ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 、はい、すごい食べておいで、もう、あかん、あっちの子にあげなあかんもん。はい、手についたわ。はい、落ち着いた？はい、これがね、奈良公園の鹿の現状です。めっちゃお腹をすかしてます。向こうの子は1メートル下げたらね、鹿せんべいが売ってるところの子にいっぱいあげると、喜んで食べる、1枚で終わるけど、この辺の子ってね、鹿せんべい屋さんがなかったり、お土産物屋さんであんまり人がいてないところだったりで、なかなか鹿せんべい手に入らへんから、あげる人が少ないね、だからこんな感じにね、すごい植えてあんねんね、かわいそうやからね、鹿せんべい屋さんの前の子はいつももらってる、ピー言うてんの、わかったよ、あげるよ、みんなのね、スパちゃんのおかげでこうやってあげられんだけどね、まっちゃんのお小遣いではこんなあげ方絶対無理です、はいね、こんな感じですよ、はい、ちょっと待ってな、もうやめって、喋ってんねんから、スカートめくんのやめなさい、はい、帰ってね、よそ見しながらあげても絶対手かまへん、絶対来ない、 100% はないけど手かまへんから、取り合いしよるけど、こうやってあげられるんでね、はい、あげてください。ほんとね、シカちゃんも、お腹、手舐めなやん。はいはい。優しくね、手を舐めてくれます。たまに噛まれます。気ぃつけてください。で、スカートとかのひらひらは噛まれます。たまにはちっちゃい子にもあげましょう。まあ、こんな感じ、つつかれてるし。こら！つかない。フックがもうどれぐらいになっちゃったわ。手も服もドロドロになります。汚れても衣服できましょう。はい。でね、こんな感じでね、鹿ちゃんが、ね、植えてかわいそうでしょ。だからぜひぜひ、奈良に来てください。で、だいぶね、外国人観光客さんが来て、さっきもね、フランスの人が来ててね、どっから来たのって聞いたら、フランスって言っててね、まあ、いろんな外国人さんも来てくれたけど、日本人が少ない。で、見て、こんだけやっぱ人が少ない。こんな状態です。誰も鹿せんべいあげません。
かわいそうなんでね、まあかわいそうって言ってもシカちゃんの餌はねこの辺に生えてる芝生食べて生きてね、もう線噛まないで、ね、こんな感じでシカちゃんはシカせんべいを欲しがってます。おやつです、これは。だからおやつやんで、ね、与えてあげてください。はい、ということでね、